関ヶ原さん、ウポツです。そう、徳川家康と石田三成が天下分け目の決戦を追って、あ、ちなみになんですけれど、僕の壇ノ浦っていう名前、実は地名由来じゃないんですよ。まあ、あのね、詳しく知りたいという方は、建設重機喧嘩バトルブチギレ混合で検索していただければいいかなと思います。はい、どうも、ダンノ浦です。今回もポケモンカードリパ開封していきます。今回は久しぶりに、100円オリパ、こちらがまたお店にあったんで、買ってきました。今回は15パックですね。はい、大当たり役こんな感じになってます。しれっとね、また大当たり役にゾロアク GX が復活してたりだとか、あと、ウルネクの WR とか、あと、黄昏ネクロスマの SR だとか、あとその他にもバトルサーチャーとか白のとか明るい人とか、その辺の有料トレーナーズもあるんで、まあまあその辺のカード1枚でも出ればいいかなと思います。一応15パック買ってきたんでね、試行回数それなりにあると思うんで、なんか1枚出てほしいな。よし、じゃあ早速1パック目から開けていきましょう。ここのお店の100円オリパー結構この1パック1パックなんだろう、テーマ性を持たせてくれるんで結構楽しめるんですよ。深まるかーってことはあれだな、ガブリアス出てくれるといいな、あっちの王者の刃。こうなのかな、当たり枠。よいしょ。ジジイロン。ちょっとよくわかんなくなったな。当たり枠こちらっと。まあ、深まる、ガブリアスライン出ると思ったんですけど、全然違いましたね。普通に、まあ、ドラゴンタイプ統一みたいな感じで。こっちのが最近のガブリアスじゃないんですけど、少し前のアサルトタオルのガブリアス、最近僕、楽しくて使ってます。さあ、じゃあ2パック目いきましょうかね。またガブリアスなんだけど、何なんだろうな。ちょっと、次こそ、あれじゃない、ガブリアス来てんじゃない、ガバイトにジジイロン。あって、同じパターンじゃん。なんだ、なんか、ちょっと最近あれ雑になってないか、作り方。大丈夫か。さあさあ、じゃあ3パック目開けていきましょう。なんだろうな、ドラゴンタイプ最近流行ってんのかな。そうだね。おー、カバルドン。なんかちょっと違うな。トータイプポケモンの当たり役なんかあったっけな。あれか、ジガルデジックとか持ち合うんじゃない。カバルドン、ヌメラと、すごいな。なんだ、俺。ドラゴンタイプポケモン出すぎでしょ。さあ、じゃあ4パック目開けていきましょう。すごいどうでもいい話なんですけど、最近僕マルちゃんの赤いキツネと緑のタヌキ、あれにハマってて、僕どっちかっていうと、緑のタヌキの方がめちゃくちゃ好きなんですよね。あれに乗ってる天ぷらすごい美味しくないですか。これは、そうだね。まあいいか、これはしょうがない。オーロット。ってことは森の呪いオーロット出たりするんですかね。ポルターガイストのオーロット、ゴロンダと、基本鋼エネルギー。そういえばそうだったな。この100円オリバー基本エネルギー入ってませんでしたっけ。最初の3パック入ってなかったけど。よし、じゃあ5パック目いきましょう。あ、そう、話の続きなんですけど、皆さんどっちが好きですかね、赤いキツネと緑のタヌキ。僕は緑のタヌキに入ってる天ぷらを最初の方は入れずに、後の方になってからちょっとお湯に浸して少しだけふやかして食べるとすごいサクサクで美味しいんですよ。これはちょっと待って、逆だな、こうだね。よいしょ、ちょっと見えちゃったけど、いきますか。ゴロンダ、基本アクエネルギーとマスキッパと、やばいな、ちょっと何で雑談しながらやろうとか思ってたけど、普通に爆死してるの辛いんだけど。じゃあ6パック目開けていきましょう。最近ね、なんか僕オリパを買うために食費を削ってるっていうすごい悪い生活をしてるんですよ。でもね、なんかカップ麺、まるちゃんの緑のたぬきマジで美味しくて、すごいヘビロテしてて、ちょっとね、体調大丈夫かなって。ちょっと、まあいいでしょう。普通に見ていきましょうかね。はい。林亀のレアと、ナエトルと、ここドダイトスじゃないんだね。100円オリパでこういうのありがちなんですよ。こうなんか、進化ライン3枚入ってると見せかけて、最後の最終進化系だけ入ってないみたいな。そういうの結構あるんですよね、ここ。よいしょ。じゃあ7パック目ですね。開けていきましょう。よいしょっと。まあね、ちょっと一人暮らしなんでね、なかなか食生活に気を使うのも難しいっていうか、まあ気使おうと思えば使えるんですけど、気づいたらまあ普通になんか外食してたりとかするんで、そういうのちょっとあんま良くないと思いますね。いきます。ピカチュウと、アローラゴロン、それからアローラヒスルテ。ね、こんな感じでアローラゴローニャが入ってないみたいな。これだったらね、ライチュウ GX とか入れてくれてもよかったんじゃないかな。まあ、こんな感じですね。さあ、じゃあ8パック目いきましょう。よいしょ。これはどっちだ、そうだね。こうだね。こうしてこうなんで、ちょっとね、普通に当然のように爆死してるの辛すぎるんだけど、なんかバトルサーチャーとかその辺のカード出てくれないかな。まあ、原価にガバイと含まれと。このパターン多いな、本当に。はい、じゃあ9パック目いきましょう。ちょっと無駄な雑談をしてたらカードの解説がおぼつかなくなったんで、ちょっとこっちに集中しますね。これはこうだね。こうしてこうなんで。てか一番前見えちゃってるからもういいのか。パチリス。これスリスリ発電強いですね。それからレアコイルと、これあれか。おー、入ってた。
これ完全にあれだ、コイルとレアコイル入ってて、こっちの磁場コイル入ってないパターンだと思ってた。あ、これちょっと嬉しいですね。まあ、相場的には大したことないんですけど、普通にこの特性マグネスサーキットめちゃくちゃ強いんですよ。手札から雷エネルギー大量につけれるようになるんで、まあまあまあ、それこそ今度出るレックザ GX と何が相性がいいカードなんじゃないから、これちょっと嬉しいですね。さあ、じゃあ10パック目ですね。開けていきましょう。これ開けて3分の2終わりかな。あれですね、なんかちょっと GX ポケモン1枚ぐらい出てほしいな。なんか動画の見栄え的に出てほしいっていうのはある。ボクレーね。なるほど。このね、草タイプのボクレーが出たことで巨大植物の森と合わせて1段目にオーロットが立つっていうのはちょっとまずいですよね。行きましょう。ゴロンだとすごい外れな気がする。昨日はね、なるほどね。ちょっと外れあれですね。なんだろう、この100円、このお店の100円オリパって結構この基本エネルギー入ってたんですけど、最近全然入ってないですね。じゃあ11パック目ですね。開けていきましょう。よいしょ。これがこうか。まあ、これは見ていいでしょう。エルフーン。なるほどね。エルフーンと、何気ないこのエルフーン、なんかね、技使った後に相手のポケモン次の番って倒すと、サイドをなんかいっぱい多く取れるみたいな感じなんで、結構面白いんですよね。カラカラ、アローラガラガラだと嬉しい。なんか今日すごいゴロンダよく出るな。これちょっとなんだろうな。ちゃんとテキスト見てないんだけど、ちょっと見てみるか。アラクレパンチで、こいつに7回乗ってるなら50のネジ追加して、お互いのバトルポケモンを混乱にすると、3ゲームダブルスタンプ80。あー、まあ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 、なんかゴロンダってこんな感じの性能してますよね、大体。ポケモンカードのゴロンダ、大体なんかちょっと微妙なテキストしてる感じ。はい、じゃあ、残り4パックかな。これ12パック目なので、ちょっと普通に全部外れてるの結構まずいんだけど。ニャオニクスか。ニャオニクスから何連想できるかな。わかんないな。ミツハニーと、はい、基本のエネルギー。なんかあれだな、ほんとなんかもう、テーマ性とかどうでもいいから、とりあえずオリパ作ろうぜ、みたいな。いきますかね。13パック目かな。いってみましょう。よいしょ。なんか1個ぐらい出てほしい。あー、ライトか。これあれだな。ドライトス入ってないパターンかな。いきましょう。ポッチャは。ってことはあれか。もう1枚。ヒコザル的な。もうさ、ほんとコンセプトわけわかんないんだけど、これ。あれや、ポッチャマだったらあれですね。トータルコマンドだかなんか持ってるエンペルト出たらちょっと嬉しかったですね。あいつめちゃくちゃ強いんで。はい、ちょっと外れが続いてますね。はい、14パック目ですね。ラスト2パック。です。非常にまずい。行きましょう。エルフーン。なるほど。ミラーシオじゃない。さっきミラーだったけどな。ジガルデと、何パーセントなんですかね。これ 20% とかですか。行きます。フラベ。あー、ちょっと今回爆死だな。多分これ。さあ、じゃあラスト15パックですね。行きましょう。これは、こう。お、ちょっと待って。サポート見えるぞ。これワンチャンあるな。ちょっと光ってなかったけど、光ってなかったけど、一つですね。シロナとか、その辺の有料カード出てくれていいんじゃない？待って、どっちだ？こうかな？こうだね。オッケー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 。画面のです。じゃあ、ラストのサポート。ね、ちょっと待って、当たりリスト見ます。あー、そっかそっか。ノーマルのアセロラでもいいな。ちょっと、その、アセロラかシロナ期待していきましょう。いきます。ラスト、せーの。こちらと。はうて。はうて、お前。はうてお前。はい、今回、ポケモンカードの100円オリパ15パック開封した結果なんですけれど、まあ、当たり枠のカード1枚も出ずって感じで、まあ、爆死。あ、まあ、この磁場コイルだけ少し嬉しいかなって感じで。はい、まあまあ、ちょっとね、金額的には爆死の結果となりました。いやー、ちょっとこの100円オリパ一番最初開けた時に夢見させてもらってから、ちょっとあんまいいことないな。まあでもね、めげずにまた、あったら購入してこようと思います。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。それでは。建設重機をユニコーン代わりに育った俺様だぜ。扱い方なら誰にも負けねえ。やめんじゃねえ。俺様を誰だと思ってやる。本郷隼人。ふん、百人早いんじゃ。お主とは年季の入り方が違うわい。壇ノ浦和千代。やぼったいのなんて真っ平だぞ。勇気ってのは華麗に動かさなきゃな。松葉山玉の字。ヒロインを舐めるんじゃないわよ。甘く見てたら痛い目見るからね。橘京子。おりゃ潰してな。あた
地雷だ。かかんかかんかかん。どうだ、変ぞ。やらららら。どうも現場は俺たちが仕切るぜ。邪魔だ邪魔だ。ここどけ。どうかねえとぶち切れちまうぞ。よし、みんな揃ったな。仕事を始めるぞ。